こんにちは。宇宙戦艦ヤマトに関してね、まあいろいろと話は尽きないわけなんですけども、今回はですね、まあガミラスの三段空母の乗組員で、まあ艦長になるんですかね、バーガーにちょっとスポットを当ててみたいと思うんですよ。で、バーガーは前作宇宙戦艦ヤマトの一番最初の作品ではね、本当にちょっと目立たない役で、まあ黒い、何ですかね、サファイア戦線がやってきましたバーガーですみたいな感じで手を挙げて、なんか結構おじさんみたいな役でしたよね。それであっという間にやられてしまって、ほとんどセリフもないみたいな感じだったんですけども、今回のリメイク版では割とね、20代ぐらいの若い将校として出てきてですね、これがだから地球防衛軍でいうと古代との対比になっているんじゃないかなと思うんですよ。で、古代には沖田艦長がいたように、バーガーにはハイデルンっていうね、おやっさんみたいなのがいて、これはドメル将軍と一緒に、自決してしまうんですけどもね。でもバーガーはその意志を継いで、力強くその悪運と、それから大胆なね、作戦行動で、まあかなりキャラクターとしては際立ってきて、このバーガーのファンも結構多いんじゃないかなと思うんですよ。それからスピンオフ的にバーガーの、まあなんか好きだった女の人のことも語られていたりね、この頬の傷のこともストーリーに入っていたりとかして、バーガーはバーガーで、なんかこのガミラスから見た宇宙戦艦ヤマトみたいなストーリーで主人公が晴れるぐらいの、そんなね、魅力的な人物に育って仕上がってるんじゃないかなと思うんですよ。それでおそらく2205の方でもバーガーもね、しっかりといい役で出てくると思いますし、ちょっと私がね気になるのはね、バーガーが三段空母の艦長としてデスラー総統のそばにいるとしたら、ゴルバとの対戦で前作の新たなる旅立ちでは三段空母そこで撃沈されてるわけじゃないですか。で、まあもちろんね、その時には三段空母の乗組員のことは全く語られていなかったんですけども、今回はバーガーがデスラー総統の戦闘空母のね、機関のそばにいて最後まで戦う三段空母の艦長だとしたら、これデスラーがゴルバに突っ込む前に、総力戦でね、戦死してしまうんじゃないかなと思うんですよね。それがちょっと私2205で気になるところなんですよ。まあでもバーガーといえば今までも何度もね、もうダメなんじゃないか、死んでしまったんじゃないかなってところから、なんか生き残ってきてるみたいなところもあるんで、それが彼のキャラクターになるのかなと思うんですよ。だ、何度も何度も危機から蘇ってくる悪運の強い男、不死のバーガーみたいな感じでね、これから三段空母の艦長から、なんか少々からね、今少佐ですかね、バーガー少佐から、まあ中佐なり大佐なり提督と言われるね、准将にまで上がってきたりとかして、もしかしたら一つのね、艦隊を率いていくような、そんな中将レベルになっていくところもあるのかなと。だからグスタフ中将ってのがね、宇宙戦艦ヤマトのパート3で出てきましたけども、そこと肩を並べるぐらいになるんじゃないかなと思うんですよ。そう考えていくとちょっとね、バーガーのこれからの活躍もスクリーンで見たいなと思いますし、できればね、リメイクがこのまま続くとしたら、宇宙戦艦ヤマト完結編っていうのも多分作られると思うんですよ、ね、でそこにもバーガー来てほしいなっていうところですね。まあ今回はバーガーについていろいろと私の思いを語ってみましたけども、いかがだったでしょうか。宇宙戦艦ヤマト、ガミラスから見る古代の立ち位置としてはこのバーガーね、名前なんて言うんですかね、ヒステンバーガーですかね、なんかバーガーとしかちょっと覚えてないんですけども、追憶の後悔の中でもね、結構いい役やってましたしね、なんか古代とはいい友達になるんじゃないかなと思います。なんかいい感じですよね。はい、じゃあ以上です。